いや、寒いですな。うわ、なんだこれ。バレちゃった。どんだけ噛むやん。明るい色では、なくなりました髪色。なんだかんだ4ヶ月、4、5ヶ月ぐらい明るい髪色だったかな。なんかいつの間にか立ってましたね、そんぐらい。まあね、年末ということでね、まあ2020年明ける前に戻そうと思って、ね、どうもね帰ってまいりましたけども、いやなんか自分でやったんだよね、これ。黒染め、なんか美容室行く時間なくて取れなくて、自分でやったらね、なんかね結構ねちょっと色がまばらなしてちょいちょいね、あの後ろの方とかね、色がまばらというか明るい髪色がちょっと残ってるところがあって、ちょっと中途半端な感じで戻しちゃったな。まあご愛嬌ということで、まあちょっといい見方すればメッシュみたいな、全然メッシュみたいなさ、おしゃれな入り方じゃないけど、まあ頑張ればメッシュに見えなくもないかなってことでね。皆さん年末はどう過ごしでしょうかね。えぼちぼちあれかな、なんていうの、冬休みっていうのか、冬季休暇というか年末年始休みに入ってる人も多いと思うけど、実家に帰ったり、まあ人によっては多分実家とか戻らないでそのまんま今いる場所で年越すって人もいると思うけど、俺は多分毎年過ごしてる友達と、友達、まあ2人、3人ぐらいと初詣かな、年越して、まあ近くの神社とかにお参り行って、まあちょっと家で飲んだりするかな。
中学生ぐらいの時からこれが結構毎年の1月1日年越して菅あたりのルーティンというかね、だいたい1月1日のちょっと年越してちょっと経ってその日集まれるやつで、本当に少ないけど2、3人、3、4人とかで集まって、そのまま、まあ朝までっていうか、まあそっからそうだね、昼にならないぐらいに解散して寝正月して、で夜家族と過ごすみたいな流れが結構ずっとかな、中学ぐらいの時から。そうだから1月1日のさ深夜からお昼ぐらいまでをさ夜通しでそうやって友達と一緒に過ごして起きてるから、だいたい元旦の昼間の時間はだから昼過ぎから夜にかけてとか基本なんかずっと寝てるんだよね。でなんか起きてお雑煮出してもらって食べて餅食ってまた寝てみたいな、まあそれがね、まあ、そういう何気ない正月みたいなのが一番安心したりするんだけどね。あとはだいたい毎年いとこのお家となんかうちの家族とで集まっ合同でっていうか集まって、なんかささやかながらね、なんか食事会みたいなするけど、食事会っていうのかな、まあ集まって、本当にねもう最近はあんま集まれてないというか、もういとことかとも会う機会がだんだんもう本当に年々少なくなってるから、結構貴重な機会というかね、そういうお正月、せめてものお正月だけでもなんかそうやって親戚の一部とでもね、なんかささやかながら集まって飯食うみたいなのが、みんな忙しいからね、やっぱ昔みたいに気軽に会えなくなっちゃったけど、たまに会うとでもやっぱね楽しいんだよね、そうやって。なんかだんだんなんだろうな、早いなと思うな、もう2022年終わりか、早いね、もう2023年、次手間だな、どんな一年だったかな、でも YouTube の活動なんだかんだしてるな、活動してるって言えてるのかわかんないけど、まあでもみんなのおかげかな本当に、だからなんだかんだ言うて感謝の一年というか、続けて来られました、なんだかんだ前も楽しかったかな、ざっくり振り返ると今年1年間、みんなはどうかな、楽しいって言える1年間になったかな。まあね、来年も2023年もよかったら俺と一緒に楽しいって言えるような1年にしていこうね、頑張ろう。